はい、週が明けまして10月の18日、今日から第3週が始まりますね。まだ相場動いてない時間にして3時10分なんですけども、まあ今週の占っていこうかと思います。今日はね、講義から始めていきますね。画面を切り替えて、私の講義を聞いてください。こちらです。週が変わりましたので、まあ週足を見ております。以前まで私たちはどの世界で勝負してたかというと、この間で勝負してたんですよね。もうちょっと行くとこうですか。これをレンジと言うんですけども、レンジってのは幅って意味があってね、天井と、それからこっちですね、下底って言って下の底ですよね。天井と底でできています。というのが、上の線に当たると下に行って、下の線に当たると上に行くっていう形がそこでできてるからなんですよね。こういう風に行って、跳ね返って上に行くと、下に行く。下に行くと上に行く。上に行くと今度はまた下に行くみたいな感じで繰り返して、ここはちょっと下を潜ったんでね、レジサボ転換が起きたかなーと思ったんですけども、やっぱり線が内側に戻っていって、やっぱりこの中で推移していったってことですよね。つまりレンジです。レンジね。ここから、ここの間の推移を見守っていけばいいので、比較的ね、予測が容易だったわけですよ。で、現在ブレイクってのが起きましたよね、ここ。ブレイクしたと。レンジを離れていったわけです。もちろん、ここのヒゲのように急速に戻っていって何事もなかったようにまたレンジの中に収まる可能性もありますけども、今回は実践が連続してますので、まあ戻ってくることはないでしょう。ということで、こっからはこの箱、レンジのボックスですよね、これを当てにすることなく未知の領域、この線から上の方で相場を見ていくようになると思います。で、今ね、下底は決まったんですよ。下の底はここですよね。で、上底が決まってないんですよ。まあ、どこで止まるかわかんないですからね。それをちょっとね、フリーハンドで相談、紹介したいと思います。まあ、白い画面があるでしょ？で、チャート図がさっきみたいにこうなっていたときに、まあ、簡単にレンジが考えられるじゃないですか。上下の中でもね。まあ、こういうふうに動いたとしますよね。そうすると、レンジってのは、だいたいこの辺りに設定されて、この箱の中で推移してるよってことになります。ただ、レンジってのはいつかブレイクして抜けていくんですよ。で、抜けていった先にどのぐらいまで行くかなってことなんですけども、今、だから実際のチャートで上に向かってる途中ですよね。で、どっかで折れ曲がって、下に向かい始めるんですよ。で、その時が上底の決まりです、これ。ね。で、下に向かったものも、この前回のボックスの延長線上、上底の上の底って意味ですけどね、上底のところで、今度はレジサポ転換して跳ね返って上に行く可能性が非常に高いんで、今度はこちらの上底も込みでですね、この辺りで推移していくってことになります。新しいボックスを書きますね。そういうふうに見ていくと相場は見やすいと思うんですね。で、逆にですね、こういうパターンもあります。ちょっと消していきましょう。別のパターンでどういうのがあるかっていうとね、まずこう下からせり上がってきたものがここら辺でボックスを作りますよね。レンジですけどね。で、ブレイクするとするじゃないですか。ブレイクして、素直にこういう風に大きく戻って新しいレンジを作るんではなくてね、あれ。新しいレンジを作るんではなくて、こういう風になるケースです。このあたり、あ、なんか難しいですね、これね。このあたりでこう、うにょうにょうにょうにしてね。つまりは、ここに新しいボックスを作って、これは単なる上げトレンドであり、利確をできるラインだってことですよね。まあこういうふうにね、大抵の場合はこのパターンですよね。箱から箱へ乗り移っていって、今度またブレイクが下に起きるとこういうふうな形で、今度はここに箱を作るんですよね。またやっちゃった。すいません。ここに箱を作るんですよ。そんな感じで箱と箱の間をいかに取るかっていうのが、まあトレンドを狙うっていうパターンです。これで相場の世界ってこのトレンドとね、それからレンジ、箱、これが交互にできるんですけども、大体ね、レンジが7割、トレンドが3割っていう割合なんですよ。で、これが今回の講義ですね。じゃあ引き続きデイリーの方を見ていきましょう。ぐーっと一方的に上がっていったものが、ここのラインを超えたわけですよね。まあ、ここも当然超えてますけども。で、折れ曲がって上の方に勢いつけていったということで、レンジの下の、ラインはこの辺に設定できます。で、上がまだ決まってないんですよ。上がね。だから、ここで止まるのか、もっともっと上に行くのか、これを見極めていこうかと思うんですよね。
大きく折れ曲がって下に行ったところが、まあ、高度の限界点、上昇の限界点ということになります。じゃあ4時間見ていきましょう。はい。上昇したのが、ここで軽く箱を作ってるんですよ。ね。それでブレイクして上の方に行った。つまり、これが、こういう風になって、ここにも箱があるでしょ。ちっちゃい箱ですけどね。で、またブレイクして上の方に向かおうとしている。ね。で、ちょっと消えちゃいましたけど、ここにも箱があるわけですよ。で、このあたりが、楽ちんで取れているところっていうことですよね。じゃあ1時間行きましょう。1時間、こう、拡大したところですけども、ここにボックスがあるでしょ？見えます？で、こういうふうに上昇して入ってきたわけですよ。で、ブレイクして抜けた方向。要するにトレンドが上に向かってますから、ボックスができた後に抜ける方向が大体予測ができるんですよ。上の方に抜けるだろうと。だから今週は、まあ先週ですけどもね、バイ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 言ってたわけですよ。どう上昇しようがバイ。横ばいになってもそのうちバイが入るからバイでブレイクと。とにかく買いでいけば全部取れるっていうことね。それ先週のパターンだったんですね。まあまだ引き続きあれじゃないですか。バイの流れは続きますから、買いで入るようなこんな1週間にすればいいんじゃないですかね。18日から始まる週も基本的にはバイですね。ロスカット食らうまでずっとバイでいきます。こういうふうにトレンドっていうのは傾きですから、その傾きについていくためには、ロスカットを食らうまでは全突っ込みしていく感じですよね。まあ本当に全部突っ込んじゃダメですよ。やっぱりね、全体資金量の 1% をマックスとして、まあ放り込んでいくって形になります。レバレッジもかけません。はい。そんな感じで5年やってきましたけどね、大きな資産が残せるように FX もっともっと頑張っていきたいですね。それでは失礼します。おはようございます。10月19日でございます。まあ急騰したドル円相場ですよね。まあ逆に表現すると、円安にすごく進んだなと思ってますけども、バイデン政権になってから、ぐい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 と、この円安傾向っていうのは強まってきて、そして、現在のね、世界情勢を鑑みると、さらに、この円安が強まる傾向っていうのが、これからも感じ取ることができます。まあ、直撃を受けたのが、ガソリン代ですよね。やっぱり、真っ先に原油が、こういった価格になってしまいますし、実はね、コロナ禍で、外出を世界中で控えた分、ガソリンが全く売れずに、まあ、こんなことがあったんですよ。1バレル2万円をつけるから引き取ってくれみたいなね。要するにガソリンって保管しとくのにもコストがかかるんで、生成したらね、早くどっかに売れなければならないんですよ。でも、消費がぐっと下がったんで、そして生産も下がりましたんで、世界中どこに行っても原油を買ってくれなくなったんですよね。そこで売るんではなくて、お金をあげるから引き取ってくれみたいな形になったんですよね。で、減産が進んできて、おおむね1年半から2年経つ、昨今。今度はね、世界中で需要が回復してきたんですよ。そうなると、減産した石油が足りなくなって、今、原油の取り合いになってるんですよね。まあそういうのもあって、原油が高くなっています。で、原油が高くなると、こういった原油によって輸送されている商品も高くなり、人の移動も高くなるということでね、かなり今、厳しい状態に入ってしまったんじゃないかなと思います。まあ、これは一時的なものなんで、石油の増産が始まれば落ち着くとは思うんですけどもね。うん。ただどちらにしても私たちは相場の世界で生きてますんで、こういったことも無視できないということと、あとそういうことがあっても利益を出さなければならないところがあります。さあ今日の相場解説なんですけども、デイリーから見ていただきますが、ちょっと横ばいに入ったのかなというところですね。横ばいに入ったその前に、このデイリーを見て言えるのは、上昇していって、ここで転換が起きて、下落に入ったんだけども、下落が今思ってみれば、横ばいだったわけですね。うん、まあ一時期はね、下落といってもこういう風な形でひし形を取るように動いてきたなっていう風な解説をして、上底がずっと一緒だったよねってこともお話しました。で、今、また同じ方向に抜けていって、高値をつけて、ここが、高値切り上げにはわずかになったんですけども、反動をつけるような形でですね、一旦下に潜って、そして、ズバッと急騰したわけですよね。ここでですね、ちょっと注目していただきたいのが、エリオット波動ができている可能性が強いんですよ。第1波で第2波があって、第3波が大きくって、第4波が青。第5波が今こちらに伸びているところなんで、もしかしたら、推進波が終わって調整波に入るかもしれないなっていうふうに気づいてもらいたいと思います。エリオット波動って、こうやって意識しないと見て取ることができませんからね。
そのためにはエリオット波動をしっかりと学んでいく必要があります。まあ、速稼塾の FX 基礎講座の中級編ではエリオット波動のことを解説しますので、よろしかったらお問い合わせください。では中間層のね、底上げ関係ないこと言っちゃいましたね。すいません。四時間足です。四時間足では昨日お話したこういう形ができてますね。上昇していってレンジがあると、で上昇していって多分おそらくここら辺でねレンジができるのかなと。もっと大きな口を言えばこういうふうなレンジも考えられますね。まあこういうふうにボックスとトレンドのライン交互に引きながら進めていくことも大事です。ここでは特に言うことないかな。で1時間なんですけども、1時間見るとね、もうこちらの方にレンジがあってトレンドがついて、あ、しまった。トレンドがついて、こう高値と安値を早速つけてですね、収束するような横ばいのような感じでボックスができていることに気づくと思います。この線が瞬時に引けなければいけませんよ。ということは、まあなんか収束になんか見えるんですけどね、どちらかというと。上か下かどっちかにブレイクする未来が想定できますよね。だからそれを見て叩けばいいわけなんですよ。で、全体的なトレンドはバイの方に入ってますから、ブレイクはバイで入るだろうっていうふうな予測が成り立つでしょ。そんな難しい話ではないと思います。ね、この辺はそろそろ分かっておいていただきたいかなってところですね。まあ、私の相場解説、まあ、離脱された方もいると思いますけども、できるようになったから離脱ならいいんですけども、できないのに離脱だと、多分私の相場解説ダメなら、どこに行っても、もっと難しいことやりますんで、私の相場解説でちょっと理解不能だったら FX は向かないんじゃないかなと思いますんで、もういなくなった方にはね、呼びかけられませんけども、どうですかね。まあ、私の相場解説で年間500万、1000万が超えられないようだったら、どこに行ってもチャートは同じの見てますからね、一緒かなというところですね。はい、じゃあ今日はこのぐらいですかね。ブレイクしてバイの方に行くだろうというふうなことで、チャートを見ることができました。それでは以上です。ありがとうございました。おはようございます。今日は10月20日ですね。もうほんと今年ももう終わっちゃうような感覚です。相場解説やっていてもうお分かりの方もいると思いますけども、まあ12月はね、最初の2週間ぐらいしかもう相場実質的にはないんですよ。となるとですね、もうあと40日ぐらいしか取引できません。40日の間に1日2回取引するにしてももう80回なんですよね。100回のトレードがもうすることが難しくなってきた時に、じゃあ1回平均ですね、5000円の利益を上げてるとしたら、じゃあいくらになるでしょうかってことを計算すると、もうほぼね、今年の、まあ、売上というか利益も見えてくるわけなんですよ。まあこういうふうにロジカルに捉えることができるのもテクニカルをねしっかりとやってきたからなんですけども、皆さんいかがでしょうか。それでは今日の相場解説です。デイリーの方を見ていきますね。今日することっていうのは、レンジの幅をね、確定していきましょう。そしてレンジの幅が確定できたら、ブレイクポイントを探っていきます。いわゆるエントリーポイントのことです。まあ、ぐーっとね、今回みたいに、例えばエリオット波動に見えるような波動があったとしたらですね、今回のエリオット波動は、こっからですね、こっから始まって、一旦下がって、第3波があって、第4波があって、これ多分ね、おそらくこれが第5波になってると思うんですよ。これ以上倍の方に伸びることはないと思います。一旦、セルの方に行って、それから調整波ということになるんじゃないかなと。調整波が終わった後に、ここを抜けていくのかどうかってことになると思います。いや、こう考えていくとね、いろんなドラマがありましたね。こちらの方で転換したでしょ。それまではずっと右肩上がりだったわけですよ。で、そっから下の方にずれていくかと思ったら、レンジの幅、仮定がこうなって、上に行くと。で、横一線のところがあって、結局これがレンジだったわけなんですけども、これレンジを抜けて上に行った時に、一旦組み上げて、今のように大きく上昇波動に乗ったということで、この、移動平均線ね、これに乗ってだいぶ利益を取ったということだったんですけども、さあ、ここまで伸びていくと、今度は、横ばいに入ってね、横ばいからまたブレイクという、呼吸のようにこの繰り返しが行われるわけなんですよね。今まで言ったことの意味わかります？これついてこれなかったら今まで何してたのか分かんなくなりますよ。分からない場合は、私の方に連絡してくださってもいいですから、必ず今年中に解決していきましょうね。毎年同じことの繰り返しになっちゃうんですよ。もうね、本当に1回ごとに進化していく。1ヶ月ごとに進化していって、1年ごとに進化していかなければ、人生あっという間に終わりますからね。やっぱり人生80年って言っても、1年が80回しかないですからね。本当に、お金のこと真剣に考えていきましょう。
はい、ではこれが4時間なんですけども、上昇していって、昨日お話したようにここ箱になりましたけども、どうやって箱を測ったかというと、上昇波がこうやってね、まあ行き詰まった後で下に1回落ちるんですよね。その時の下の一番の安値が下値になります。この間で、いわゆるねレンジっていうのが決まるわけですよ。この公式ももう作れるようになっておいてくださいね。で、いろいろあった後、このレンジ、この水準ですよ。この水準を上回ったところをブレイクと呼ぶんですよ。で、そうなるとですね、またここにレンジができてくるのがわかるでしょ。で、ブレイクして、また今レンジがこうやってできてるわけなんですよ。で、今日はレンジの上下の幅を測っていって、ブレイクポイントを知りましょうってことなんで、それは1時間でやっていきますねってことです。はい、いかがですか？一番上、ここで、ずーっと上がっていったものが止まって下の方に転換しましたよね。で、下に行ったところのポイントが、まあ一旦ここなんですけども、こちらの方がね、さらに下がったんで、まあこちらのヒゲ先と実体を結んだところということにしましょう。そうすると、おおむねこの辺になってきます。じゃあボックスが確定します。ほら、この箱をレンジとするわけですよ。で、こちらの上底上の方をね、ブレイクしたら上の方でバイ。こちらの方を割っていったら下の方でセル。決まるでしょ？これをずっと繰り返してるわけですよ、私は。いかがでしょうかね。まあ、別の講義に参加してくださった方は、もうこれ大丈夫だと思いますんで、勝ち上げてると思うんですよね。まあでも、私の特別講義の方に参加しない方は、まあ今ね、同じ内容をお話しました。もっともっと細かいことを言えば、本当2、3時間になっちゃうんですけども、今日は簡単にね、まあ、レンジの上底と下底をどのように決めていくかってことをお話しました。上底ですよ。上底。ね。で、下底。これ。これが決まると、ブレイクポイント測りやすいでしょ？じゃあ今日はこんなところですね。はい。今日もね、値千金の講義になったと思いますよ。もう勝ってくださいね。FX は一回勝ち出すと、もう負けることが難しくなってきます。もう勝ちしかないんでお金が増えるしかないですよ。そうなるとお金の悩みが消えていきますので、より私生活や購買行動とか投資活動に大胆になっていきます。まあ、ここのポイントを超えれるかどうかなんですよ。本当にね、FX 一つにしても、苦労して、何年やってもダメな人はこれから何年やってもダメなんですよね。だから気づけるところっていうのが今日みたいなポイントなんですよ。ぜひ今日の動画ね、永久保存版で何回もおさらいしてみてください。短い動画ですけども、投資のすべてが入ってます。それでは本日は以上です。こんにちは、ストッカー塾の子でございます。今日の FX の相場解説なんですけども、まあ、昨日のね、講義にちょっと修正を加えるところができました。上限と下限、上底と下底を決めるためのポイントがありましたけども、それをね、ちょっとオーバーして、上の方に行ったんですけども、また下にグググッと下がりましたよね。この辺はね、こう修正案で新しいボックスを作る必要が出てきました。まあこういうふうにね、一度決めた視点も、これ変えなければならないとき、それはどういうときなのかってことを今日ね、お話しできたらなと思っております。それではね、画面を切り替えて持っていきましょうか。まずはデイリーの方からです。デイリーはですね、上昇する動きを止めましたね。ぐーっと上の方に N を書いていってたんですけども、ここで止まりましたよね。ちょっと横ばいに入ったところです。だからレンジが決まりやすいよってことなんですよね。で、さらにこれ上昇していくと私は思っていますけども、円安が止まらないような感じになってきましたね。はい。ガソリンがね、値段高いって言われますけどもね、いろんなものが値上がりするでしょうね、これからね。はい。じゃあ、ボックスを決めていきましょうか。まず、ここにボックスありますよね。で、二つ目のボックスなんですけども、ちょっと大きく見ると、ここになります。でも、ちょっとシビアに見ると、ここですよね。で、1時間ではこのシビアの方を見ていきます。1時間。昨日はね、上限がここ、下限がここみたいな感じで決めて、箱をこういう風に引くことを、やったと思うんですけども、その理論でいくと、ここをブレイクしたんで、バイで入りましたよって言った後に、対してピップス取れずに潜っちゃったじゃないですか。ですんで私はね、ここで修正する必要があるなと思ってます。それは、下限は同じなんですけども、上限をここに引き当てなければなりません。で、ボックスはどういう風にかけるかっていうと、当然こういう風になりますよね。まあ、そうなると、ちょっとレンジの幅が広くなりましたんで、レンジ内でも売買ができるようになってきました。この間ね。ここでも売買ができますよ。
これも今まで散々パラ申し上げてきたことですけども、まあ真ん中にいるときはね、ちょっと分かりにくいんですけども、このあたりの水準ですよね。このあたりの水準に入ったらバイで入る。このあたりの水準に入ったらセルで入るということで、往復ビンタで上でも下でも取っていけるって形ができます。これがレンジ戦略です。そしてもう一つなんですけども、このレンジのボックスをブレイクして、下に突き破っていった。要するに、この丸いところでね、バイで入るんだけども、ロスカットを食らっちゃったと。下の方に行って。ということは、こちらの方からレジサバ転換で大きく下の方に、セルの方に入り直してということなんですよね。で、上の方も一緒ですよ。この丸いところに当たったらセルで行きましょうって言ったんだけども、そのセルにエントリーしたら、逆にバイの方に伸びていってね。で、結局ロスカット食らっちゃったってことは、レジサボ戦艦で、そのバイの方についていけばいいってことになります。ワンテンポ遅れますけどね。ただ、硬い投手方法ですよ、これが。えい、ということで、一旦決めたレンジの幅が、もしね、変わったようでしたら、このように修正案を取って、さらに大きく利益を上げていきます。で、この幅がね、ちっちゃくなる分にはレンジの幅変えなくてもいいんですけども、大きくなった場合は、きちんとレンジを組み直して、もう一回トライするってことになります。よろしかったでしょうか。今日は非常にまだ大事な講義になったと思いますので、昨日と合わせてご保管ください。それでは、いってらっしゃい。はい、12月22日、朝5時の相場解説になります。今週は講義付きでお届けしていたんですけども、いかがですか？レンジの取り方、わかりました。で、昨日レンジを、まあ、ほぼ確定したんですけども、あれからですね、またね、下落の方向に向かって、レンジの下底のダウンラインですね、こちらの方を割っていきましたよね。この時はどうするのってことなんですけども、キリがないので、一旦ね、このレンジと決めたら、そのレンジを基準にやっていきます。で、もしね、これであまりにもうまく距離が取れないようでしたら、これはね、改めて引き直さなくてはなりませんけども、一旦ここで確定です。やっぱりね、一週間ごとに、こう、レンジってものを見ていったり、トレンドを見ていきますんで、キリがなくてね、追っかけてばっかりいるとエントリータイミング逃しますんで、やっぱどっかでね、キリをつけないといけないかなってことでございます。ですんで、今日12月22日は、すでに昨日までで固めたレンジで勝負していくことになると思います。その辺も合わせて今日はね、解説していきます。講義の3つ目です。どうぞ。はい、デイリーなんですけども、デイリーをね、またおさらいしていきますよ。トレンド転換ここにありますんで、上昇していった流れがここで変わって、下落に向かったと思ったら今度横ばいの方にね、向かっていきましたよね。で、横ばいに向かったものがブレイクして上の方にグッと行ってですね。で、組み上げてさらに上昇と。エリオット波動みたいな形を取ったわけですけども、上昇がいつまでも続くわけはなく、こちらの方で調整に入りました。いわゆる買われすぎの、あと、利確が進んだわけですよね。で、ロスカットがたくさん出るってことはありませんけども、ここで揉み合いになってるってことは、いい感じで力が拮抗してるんではないかなと思います。だから、レンジに入るわけなんですよね。で、レンジを破った後、どちらにブレイクするかってことなんですが、その辺をこれから見極めていくことになります。じゃあ4時間です。ちょっとね、今週の講義は結構ね、いいこと言ってますよ。で、こう、ぐーっと上がってきたのがね、ここでボックスを書いて、そのボックスを、飛び出してまた上の方に上がって、まあ、ここでもボックスをちょっと書いてるんですけども、一応つけておきましょうか。で、上に上がって、またさらにここでボックスを作りましたよね。で、私が申し上げたのは、昨日から今日にかけてここが飛び出したでしょ。で、そうすると、またね、レンジをこういう風に伸ばすような発想になりそうなんですけども、これしないんですよ。もうここで終わりなんですよ。ですんで、昨日はね、ロスカットを食らっちゃった方もいるかもしれませんけども、また上昇して、陽線がですね、ボックスの中に戻ったでしょ。だから、こっから、買いで入って、売りで取りに行かないといけないんですよね。こういう風に。あ、買いで取りに行かないといけないんですよね。うん、あと、またレンジに戻りますんで、これを横に引き伸ばすだけです。そのレンジの間でもね、こういう風に飛び出した戻るやつがたまにあるわけなんですよ。うん、これはだから、6割勝って4割負けるのうちの4だと思ってください。これを常に忘れないことですよ。4対6を常に忘れないことです。で、拡大すると1時間はこういう風になります。上の上底と下底が引かれてますよね。で、最初は、ここと、ここでやってたんですけども、ここが大きくなったんで、ここを組み入れて、上底と下底を決めたってことなんですよ。まあ、ですんで、ここに入ったらね、倍で入ったと人いると思うんですよ。それ正解ですからね。倍で入っていいんですよ。結果ロスカットですよ。
結果ロスカットなんだけども、このレンジの引き方が間違ったと思うと、間違いに間違いを重ねることになりますので、ここで確定して決めたんですよ。で、下に潜ったものが、本来だったらここでね、ブレイクしたんで、セルに入るところですよ。でもそこでまたね、ロスカット食らうじゃないですか。逆行きしてくるわけですから。これはどういうことかっていうと、レンジの中に収まろうとしてるわけなんですよ。そういうふうに解釈した方が、このレンジ戦略は一貫して、自分の力になっていくってことです。わかります?だからここで今、倍に入ってる状態が正しいですよ。こっちの方に向かうことを予見してね。で、セルに向かって、多分ね、ここがね、ダウントレンドになったらなったで、もうちょっと後で確かめればいいわけですよ。ね、セルになって、また上がってきて、跳ね返って下に行くようだったら、これはダウントレンドがわかるわけじゃないですか。だからこれも6対4の4を使ってると思ってください。ただし、多くの場合、こちらに上昇して、結局レンジに戻るわけですよ。だから勝率が6割の方、ということになるんですよね。これを忘れないようにしていきましょう。はい、ということなんで、今日はここから倍に入って、レンジ戦略をあくまでも研修していこうかと思います。で、今週これで終わりになりますんで、来週ですね、このレンジがどこまで持つかなんですよ。ね。見えてきたでしょ?結構ね。だから今週のこの講義付きの相場解説はかなり重要ですんでね、皆様のお腹の中にしっかり入れといてください。で、来週から最終週が始まります。この勝負はね、かなり取れますよ。ね。この流れだとかなり取れます。というのが、きちんと戦略が練れてるからなんですよ。仮に取れなくても、この戦略のどこが間違ったのか、どういうふうに進めていけばいいのか、間違えてなくて、たまたま負けただけなのか、6対4の4を引いてるだけなのか、この辺が分かってくると思います。1週間、来週もよろしくお願いします。それでは、今週もお疲れ様でした。はい、10月23日です。まあ、レンジオプションに入りまして、いわゆる、こっからここの幅の中で上下しますよっていうことだったです。しばらく上下していただいて、そして何かの予兆でね、ブレイクしていただければ簡単なんですけども、そのレンジを引いた瞬間にブレイクしていくってこともあるんですよね。さあ、ここがね、見極めが非常に難しいところです。ただ、いつもと同じパターンで測っていけば、きちんとエントリーすることができるんですよね。昨日の動画、相場解説で、ダウントレンドもあり得るよというふうに申し上げました。で、今日はダウントレンドをしっかりと捉えた、そんな図になっていますんで、その辺も合わせながら、来週からの解説も考えていきましょう。デイリーですけどもね、やっぱりね、ぐーっと上の方に上がっていったものが、ここで止まりましたね。こういう風にね。止まって、下の方に動いてきました。まあ、ですんで、ここで転換が起きたという風に言ってもいいでしょう。ここにレンジを引いたんですけども、引いた瞬間にガクッと落ちたでしょ。本来ならしばらくこうやってうようようしてくれればね、わかりやすいんですけどもね、そんな都合のいいことばかりではありません。レンジが分かった瞬間にブレイクしていくってこともあります。そして、ここで絡んでる、上下ラインがありますけども、これをね、ずっと横に伸ばすと、これは抵抗体になってるわけなんですよ。まあ、ですんで今、抵抗体に入ってるというふうな認識で4時間を見ていきましょう。4時間を見てみると、お分かりいただけるように、レジサポラインというかね、ボックスを書いた瞬間に、一旦下に抜けて戻ってきた。で、こっから、バイの方で取っていけるかなと思ったら、これね、セルの方に行って、しかもブレイクしたんですよ。ですんで、慌ててセルに入り直したんですけども、どのタイミングでセルに入ったかっていうのは1時間で解説することができます。これもよくあることなんですが、ほら、レジサポラインを2つ書いて、レンジを決めたでしょ。で、昨日は解説で、この辺りから倍に入ったら、実は下の方にズボッと潜れて、そのまま下に行くのかなと思ったら、今度上に上がっていってですね。で、2段ロスカットを食らったって話しました。それから上下したわけなんですけども、改めてここでね、基本に忠実に、まあ、この辺りでは倍に入ればいいわけですから。で、倍の方に入ったら、やっぱりロスカットを食らってね、下の方に行ったわけですよ。さあ、そこでですよ。この、レンジを飛び出して下の方にブレイクしていったんですけども、ここで一回、ちょっとね、騙されちゃってますよね。ですんで、新しくエントリーするポイントってのはここになります。ここを超えたら、セルでエントリーっていう方になります。そうすると、まあ一旦ヒゲを出したんですけども、現在セルで、利益をね、しっかりと伸ばしているってことになります。さあ、こっからですよ。レンジで入るか、もしくは、倍の方に進むと思った私なんですけども、ダウントレンドってものをね、昨日ちょっとお話しました。つまり、25日からの週は、このダウントレンドに入って、114円台から113円台に、変わりました。これが112円台の方に振り替わるんではないかなっていうのが、今日の時点での
相場解説になります。はい、実際はね、月曜日になって25日になってみて、改めてその時の相場感を確かめないといけないんですけども、今の時点では私はですね、バイでずっと来たこのローソク足が今度はセルの方にガクガクガクっと向かうと思います。112円台もあり得ると思いますね。まあ、そんな気持ちで今週も本当に、1週間お疲れ様でございました。来週はね、これこのままいけばまたね、大きな利益取れると思いますんで、来週は今の時点ではですよ、112円に向かって今度セルの方で仕掛けていけるんじゃないかなと思います。これが当たればまた驚愕利益では認めるっていうことになります。それでは本日は以上です。